あのシリーズ、シリーズ化そうだねしてるやつね、災難シリーズね。これ多いね俺ら。いやだからそれは違うよ俺ら。でも出会った時から多いよね。いやそうね、だって率直に言うとバッグを置き引きされて、これ割れちゃったバッグを置き引きされて、うん、で財布抜かれて、うん、でバッグはその辺にこう関係ない場所にバッグが捨ててあったってことでしょ。そうそうそう、だから俺がいた場所と考えないところにバッグがあったから、俺が誰かしらかが俺は忘れてったわけじゃないわけよ。うん、まあそれは確定だよね。で、中に財布だけなかったってこと。そう、財布だけなかった。俺の、だからその、うん、ね、物理のプリント、物理のプリントとかは全部あるわけよ。よかったな。もう俺もうお金貯めてその財布買ったの最近、もう1週間前とかだよね。1週間前にやっと、しかも結構悩んで買うわとか言って、そうポッケに入れるやつがいいかなとか。そうそう、あ、ポッケに入れるやつじゃなかった。いや、結局ね、大きい財布でちょっと高くなっちゃうんだけど、うん、お金貯め、それを買うためにお金貯めてたから買えるってなったんだけど、直前ちょっと俺もひよったわけよ。あ、これ大きい方高いなと思って、まあ、ポッケに入る方だったらもうちょっと、なんなら貯めた分ちょっと遊べるなって思って。うん、でも、まあここでケチってもしょうがないと。まあその将来的にもうさ、死ぬまで使えばさ、うん、そうそう、結構使うわけよ。うん、すごい、1週間だよ。おいマジで返してよー。しかも小さいのにしてたらポッケに入ってるから。そう、助かってるカバンだけ放られるだけで、そう、誰も抜かれないっていうことで。本当だよ、最悪だよ。ちょっと大きいせいでカバンに入って、カバンに入ってるせいで盗まれたからね。うん、そう、小さい方がいいっすよ。財布は小さい方がいいっていうのと、あと日本も置き引きあるぞっていう。え、何そんなにさ、取っていいよって感じのことしてたの。どこで何をしてたの。駅のベンチ、これがここ、このね、一番端だから、そこの横に置いてたの。それも良くなかったね。え、後ろもあるタイプ。後ろもあるタイプ。じゃあもうこういうタイプか。がカードとか止めたんでしょ。止めた、カード止めたし、免許証も、まあ止めるも何もな。いや、再発行で、今から。だから俺再発行すごいお金かかるんじゃないかと思ってんだけど。スタイル、うん、保険証書、俺はジムの会員証みたいな感じだよ。うん、俺の財布入ってるもの見たらお前なっちゃうもん、思い出せる。あ、そうじゃん、そうじゃん。え？ははえ、それは違うぞ、おい、マジで。引き、と、あと、ラーメン屋のスタンプカード。あー、せっかく貯めたやつで。そう、あの、あー、そっかそっかそっか。で、捨ててガテラ乗ったからちょっと向こうだったんで、見た時なんか、え、それ買ってる時点で多分財布あったわけだもんね。あ、まあパスもか。うん、うん、でも、あのバッグあったわけだから、うん、で、結局その、戻ってきて、で、見て全部なくて、もう一回買ったよね、レッドブル。あ、そう、一回忘れよって、うん、一回ちょっとさっきの順に戻ろうって。で、一回、もうタイムなんかさ、トリップじゃないけど、一回戻ろうと思って、一回もう一回レッドブル飲んでみて、ちょっと自分を戒めるためにちょっとノンシュガーにして、気合い一回ノンシュガーにしてみたりして、さっきと違うさっきと違うノンシュガー飲んでみたりして。え、待って、そろそろ俺来るな。こうやって飲んで、違うの、おかしいな。でもそれ一回考えてな、飲んだりしたせいでさっきそこ、ここ来るときに改札ピンピンポーンってなって、最悪。うん、お前ないです。どうしたの。え、え、借りたよ、借りたよ。あ、駅の日に借りるやつだ。そう、記憶なくしてんじゃん。カンタも実は7000円とかとなくなってるよ。え、嘘。財布にの札なくなったって聞かったよ。それで駅に借りて帰ったって。マジで。なんかね、忘れた。あー、あの時だ、思い出した、思い出した。これ本当にミスマリモンか。俺もやられてる、俺もやられてる。そう、同じこ忘れてた、俺も置き引きされてる。やってね。うん、身分証ないと受け取れないですよって言うから。いや、分かるよ、矛盾な。うん、財布さ、取られてんのに身分証ないとそのバッグどうすんの。いや、だからどうすんのって。一回作りに行くしかないな。でも作りに行くんでも、例えば作りに行くところで免許証が必要になりますよ。で、免許証ないです。免許証のとこ行ったら保険証ありますかって言われる。うん、全部ない人どうすんの。無じゃん俺、ここ。いやえ、マジ最悪だな。はいはい、じゃあ皆さんも気をつけてください。で、今日ね、生放送があるので、はいはい、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、また明日。けい
Thank you.